丈夫大丈夫だだだ大丈夫はい、こんばんは、火曜日の夜8時半になりました。さあ、今週もですね、新潟フォンデリング、第51回です。もう51回もやっちゃってるんです、うん、はい、インターナショナルバージョン、はい、もうこれで4回目ですかね。で、外国人留学生の方に出ていただいているフォンデリングが、そんなことでですね、今日も、いろんなお話を伺っていきたいと思うんですが、先週のですね、インドネシアからの留学生で、とてもチャーミングな女性が出ていただきましたが、さあ、そのフィデリアさんからご紹介いただいて、今日出ていただくのはこの方です。さあ、それじゃあ、あちらのカメラに向かって自己紹介をお願いいたします。わかりました。はい。パトリック・ジュレーと申します。パトちゃんでいいですね。パトちゃんパトちゃんはみんな知ってる、パトリックはちょっと覚えにくいですから、まあ、パトちゃんにパトちゃんねしました。パトちゃん、コールミーパトちゃんということで、はいはいはい、はい、お願いします。パトちゃん、うん、はい、あ、じゃあ、もう僕はこの番組の中で親しみを込めてパトちゃんと呼ばせていただきますので、一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、フランスからの留学生、パトリック・ジュレさん、はい、です。はい、ね、それでは、これから、おいおいと話を聞いていこうと思うんですが、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまず第1番目、なんでまた日本に留学しようというふうに思われたんですか？まずは、日本に興味ある、うんうん、まあ、もちろん日本語に上達したいから。日本語が上達したい。まあ、そう、うん、まずはアニメと漫画から興味始めました。うん、もうね、もう大体そうだよねうん、そう、アニメと漫画、うん、で、さっきちょっとね、伺ったら、うん、モンスターっていう、あ、はいはい、ね、あの20世紀少年とか、うんうん、あのやわらちゃんを描いた、うん、ね、あの作者の方が、うん、で、漫画家がね、描いてられるやつですけど、はい、それを見て、うん、すごい面白いと思って、うん、そうそうそう、あとは、うん、まあ他の私の町の近くに、展覧会に行って日本について、うん、まあ、他の、日本文化について他のことも、興味を持った、うん、そう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 、うん、展覧会っていうとどんなのがこう展示されてたんですか？まあ、例えば美術、アートであったりとか、ね、あ、そうそうそう、まあ、茶道とか、ほう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 、うん、あとは、書道も。書道もあった。うん、うん、それもすごく面白かった。へえ。でも、そういうところで興味を持って、うん、そう。で、日本に来られたのは今回が初めてですか？じゃない。うん、じゃない。今は5回目かな。5回目？うんうん。へえ、5回も。うんうんうん、まあ、すごいな。4年前、東京にいた、うん、で、そこで、まあ、日本語も勉強した。あまり勉強しなかった。実はウォーキングホリデーというビザを、うんうん、取って8ヶ月ぐらいと、うん、そう、ね、8ヶ月間ぐらい、まあ、いろんな観光スポットを見てとか、うん、まあ、あとはもうちょっとバイトをしました。でもそれは日本に来るまでの間に、例えばフランスでもうすでに日本語を勉強していた期間ってあるんですか？その前、最初、まあ、1年間だけ勉強しました。東京に行く前には1年間だけ勉強しました。だからフランスで勉強した、うん、そうそうそう、うん、ボール大学で、うん、からその時は、うん、日本語はあまり話せなかった。話せなかった、うん、でも日本に来て、うん、そのね、あのワーキングで来てる時に、うん、初めて日本語を日本で使うわけじゃないですか。そう、どうでした？ あとはその前もいろんな、うん、日本についてドキュメンタリーを見たとか、見てた。フランスのテレビで、テレビジョン、うん、テレビでとかインターネットでも、とか本も読んだ。読んだ、うん、その時にドキュメンタリーとか見てて、うん、日本の印象ってどうでした？面白い。本当に文化が全然違いますから。ですよね。一番その日本に来て、その文化が違ってね、うん、パトちゃんが
すごくこうショックを受けたというかね、いくら一番こうびっくりしたことって何ですか？一番びっくりしたのは日本人の優しさかな。おなんかすごいいいところでびっくりした、うん、いい印象ですね。あそうかそうか、日本人はやっぱ優しい。うん、そうそう、すぐ手伝う。もう迷っている時とか、道に迷っている時はすぐ人が来て声をかけてくれる、うん、そうそうそう。その前のフランスにいる時に、まだ日本に来てない時には、日本の人ってこんな感じじゃないかなっていうのは、ああそうか、まあちょっと冷たいではないけど、うん、仕事について考えているとか、まあちょっといつも急いで、うん、の感じ。ああなるほど、うん、ワーカーホリック的な感じと、そう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 、あとあんまり感情を表さないみたいな、うん、そうちょっと恥ずかしいかもしれない。ああなるほど、恥ずかしがり屋さんっていうかね、うん、そうそうそう、表情出さないなるほど、それが日本に来るとそのみんながとても優しい、うん、そうそうそう、すぐに声をかけてくれる、うんうん、ねえ、そんなことですよ。日本、 日本はね素晴らしい国なんですよ皆さん、はい、さあ、それをですね一番最初に、実は新潟大学にね来た時に実感する出来事があったということで、実はですね写真一枚ね見せていただいてますが、さあこちらの写真なんですが、今ここに写っておりますが、この写真、これなんどんな写真なんですか？実は、うん、新潟に着いたばっかり、うん、ウェルカムパーティーあって、うん、その後他の留学生と、海辺に行こうって、うんうん、そして、海辺に行った。でもこの他の留学生は見つけなかった。みんなで海に行こうっていうことだったけど、うん、そう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 、みんな見つからなくて、フランス の、 留学生の人たちだけがなんか海にたどり着いちゃったわけだ。うん、そうそうそう。うん、でも、こっちは日本人のグループあった、別なグループが、うん、そうそう、全然知らなかった人が、うん、花火をして、誘われた、からもう一度もうとても優しかったです。うん、そこで花火をしている日本人の学生の方から声をかけてきた。まあ楽しかった、本当に嬉しかった。そのもう一枚あるんですけど、はい、これがその時の模様ですよね。はい、あ今もうちょっとフランス人の方も見えますと、うん、一番、前は、もう、今は新潟もにいるけど、あまだあの一番前の、ちょっとブルーのね、うん、そう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 、うん、エミリーさん、シャツを着てる人、エミリーさんはまだ日本に、うん、新潟にいますけど、はいはいはい、後ろにおられる方たちは、うん、まだ、もう帰国、した、うん、そう、うん、やっぱ1年間、もう1年間留学ね、うん、でも、あれですか、パトちゃんはね、うん、日本に来て、この時ほら、ものすごく日本人がフランクに声をかけてくれたわけじゃないですか、うんで、で、日本ちょっと好きになった。はい、大好き。まあ、大好き。大好き。元から大好きなんだね。まあ、東京に行った時は、それはどんな感じ？自分の目で、見たいから、まあ、すごい面白い経験だった。東京で感じた日本と、新潟で感じた日本と、どうですか？ちょっと違います。違う。確かに、まあ、東京では、まあ、いろんなことできますとか、まあ、新潟はもうちょっと田舎っぽいけど、うん、それは悪い点ではないと思います、うんうんうん、もうちょっと静かけど、あとは伊藤と、まあ、伊藤はもうすごく優しい、と、あとはもう景色もすごく綺麗、うん、と、まあ、もう誰と一緒、うん、誰と、うん、誰かいると、もうこれはもう、うん、大切、うん、場所じゃではなくて、うん、そうそう、誰と一緒にいるから、ね、そうそうそう、これは一番大切だと思う。素晴らしい、うん、そうだよね、やっぱりどこ行っても人ですよね、うんうん、そうそうそう、人とどういうふうにつながってるかっていうのが一番大事という。そう、すごい、もう人生を聞いたような気がするんだけども、まあ新潟、僕がまあ新潟に住んでますけど、はい、やっぱりねフランスとかのさ、すごくねやっぱ行ってみたい国なんですけど、なかなかね遠いのもあるしね。遠い？でも今飛行機でまあ12時間ぐらい、そうだね、うん、そう、アメリカの西海岸までね、うん、やっぱりそれぐらいとしても、うん、なんとなくね言葉の壁、うん、そうそう、その問題もありますね。それがあって、ちょっとね、やっぱり
生きづらいというかな。あ、でも、まあ、あとは例えば日本に人気がある場所、うん、例えばモン・サン・ミシェルというところは、モン・サン・ミシェル行ってみたいんだ。日本人がすごく多いので、まあ多分日本語でも大丈夫かな。大丈夫？本当？モン・サン・ミシェルったら歩いて行けます？そうそうそう。海水が下がった時は歩いて行ける。私はまあ子供の頃行ったから、まあ、今ちょっと変わったかもしれない。でもすっごく美しいよね、海の中にどんどん。まあ面白いところ。ね、素晴らしい。モン・サン・ミシェル行ってみたい。このフランス行ってみたい。ぜひ行ってください。エールフランスで行かなきゃダメですね。さあ、それで、まあ、新潟でね、生活をこの、まあ、2年前からスタートしてるわけですけど、うん、はい、どうですか？もうすっかり日本には慣れました？うん、大体慣れた。慣れたと思います。さっき聞いたら、うん、箸がすごく上手に使えるっていう話を聞いたんですけど。まあ、みんな、外国人の箸を使ってる時はすごいびっくりした。うん、箸使えるって。だよね。だっていきなりさ、うん、このね、例えばパトちゃんが目の前にいて、うん、定食でさ、箸使い出したら俺やっぱりびっくりするもん。うん、ラーメン屋でこうラーメンする時に、箸使って器用にやってたらやっぱりびっくりしますよね。うん、でも、それは、今は何？その箸を使う、チャップスティック使うのは普通なの？普通、まあ、フランスでもしアジアの料理のレストランに行って、うん、多分もう箸を使う。なるほど。うん。あ、そうかそうか。そうそう。ああ。だから。やっぱ一緒なんだね。うん、もうワールドワイドでみんな、うん、ほら、文化がね、うん、みんなこう入り乱れてるというか、日本だってフランス料理を食べるときには、うん、ナイフとフォークの使い方をね、そう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 、端から使えるみたいなのあるじゃないですか。はい、それと同じようにやっぱりそのフランスでも日本レストランに行くと、うん、箸が出てくるからそれを使うようになる。うん、そう。お、これは何？夜の大学ですか？あ、これは、まあ、実は花火のパーティーの後の写真。うん、このさっきのね、うん、はい、うん、これがだ留学生の。あと、まあ、確かに2人、うん、花の人はもうフランス人と、うん、なるほど、すごいな、うん、さあ、それじゃあ、そんなことで新潟大学の生活を、はい、それは、これは何ですか？オーストファミリーあ、最初は何？ホームステイだった？うん、ホームステイをした。本当にすごく楽しかった、うん、本当にこの、オーストファミリーはすごい優しい。優しい、うん。これは新潟の方。うん、そうそう。うん、まあ、今は、一番、まあ、お母さんは、うん、お母さんいますね、うん。で、お子さんがちっちゃいお子さんいらっしゃる。そして、まあ、うん、4人の兄弟。日本でも珍しいだと思います。日本はね、今ね、そうですね、1人か2人っていうのが普通で、うん、昔はね、すごくたくさんだったと思うんですよ、はいはい、5人とかね。フランスは多い？お子さんは、今はそんなに、あ、多くない。多分日本よりはもうちょっと多いけど、うん、だいたいみんなは、うん、まあ、2人とか3人兄弟も結構いますと。へえ、うん、だからいつも にぎやか、うん、本当にこれですけど、私も、私の家族はもう大きい兄弟、私含めて6人兄弟から、うん、6人、うん、すごいな。喧嘩とかどうならない？まあ子供の頃はまあちょっと喧嘩しましたけど、うんうん、今は全然大丈夫です。フランス語で喧嘩してるとなんかおっかない感じするよね。怖い感じがしますよね。うん、そうかそうか。フランスの言葉って結構早口っていうか、すごくサーッと早い感じがするんで。そう、他の友達から、まあ、寿司、うん、食べに行った、うん、食べに行って、私は他のフランス人の友達と話して、この2人の日本人はすごいびっくりした。うん、お、なんとかフランス語を話している時、間がない と言われた。間がないね、喋る時の間のね。ずっと。なるほど、インターバルが開かないとね。そうですよね。いや、だけど僕はね、やっぱフランス語っていう言語には憧れるんですよね。うん、さあ、次の写真出てきましたけど、これは、オーストファミリーと他のオーストファミリーと一緒、うん、みんなは料理を作って、そして、まあ、一緒に食べる、うん、これはホストファミリーの人たちが集まって、うん、そこに要するにね、あと、ホームステイしてる人たちも集まると、うん、他の留学生もたくさんいる、うん、そう、
あともう他の活動、ゲームとか、うん、歌うとか、うん、もうやった、うん、そうそうそう。へえ、パトちゃん歌うの？うん、でもすごく苦手から。そう苦手？うん、すごく苦手。なんかこうオペラかなんか行きそうな感じするんだけど、全然全然。そうか、いやだけどこういうふうにいろんな留学生とも交流しながら、うん、今新潟大学の大学院の方でね、うんうん、勉強してるんでしょ、はい、専攻が日本文化。はい、日本語と日本文化。日本語と日本文化、うん、で将来にやっぱりそれを生かすために今勉強してると思うんですけど、うん、そうそうそう、将来は何になりたいんですか？将来では、フランス語の教師になりたい。フランス語の教師、日本でもしできれば日本で、だから日本語を勉強します。なるほどなるほど。どうですか、日本でフランス語のニーズっていうかさ、学びたいっていう人は、実は多い、もう新潟大学もびっくりしました、本当に多かった、実は、学びたい人が多いけど、あとは続ける人はそんなに少ない、難しいです、やっぱり発音ですよね。発音はまあちょっと問題ですね。ね、発音難しいよね。僕が知ってるフランス語ってね、ジュテイムぐらいしかしない、ね、あの言い方ってなんかある、いいんじゃない、今のでジュテイムみたいな感じで、オーケーオーケー、よし、これがいいんじゃない、ジュテイムみたいな、そっかそっか、ここにこう花かなんか持ってこう、ジュテイムってやるから、そっか、フランス語ね、やってみたいんだよな。今度あれだな、パトちゃんが教室を立ち上げたら、ぜひ生徒第1号でよろしくお願いいたします、はい、月謝の方はお安くお願いしますね。さあ、それでは次の写真に行ってみたいと思いますが、お、これもまた楽しそう。それは、うん、うん、友達の実家に、行ってみんなを料理作って、うん、そう一緒に食べた。へえ、すごい美味しそうな料理いっぱいなんで、うんうん、そうそうそう。この時に会話するのはもちろん日本語。うん、日本語で、うん、うん、なるほど。まあ大体みんなは、まあ、日本人ばっかりこの写真で、うん、日本人ばっかりね、まあ私とあのもう奥にね、うん、はいはい、彼女もフランス人ですか？はい、フランスの方、仲良し、同じ、大学だった、うんうん、彼女はもう帰られた、うん、そうね、ちょっと寂しい、ちょっと寂しい、仲良しだった、本当仲良しだったですね、うん、はい、1年ってでも短いですよね。そう、すごく短い、うん、うん、で、パトちゃんはもうこれで2年終わると、うん、もう卒業になっちゃうのかな？まだ、あとはフランスではもう2年間かかります。あとまた戻ってから2年間やる、うん、そうそう、へえ、4年間か、うん、で、今実は何歳でしたっけ？今27歳でね、知ってます、もうね、これ放送されたね、次の週ぐらい、29日でしたっけ、うん、そう、10月29日がね、誕生日で28歳になるんですよ。でもその、まあ、例えばね、母国に帰って、うん、ごめんなさい、日本文化の、勉強をしっかり卒業して日本にまた戻ってくると、うん、これがプランですよね。はいはい、はいはい、もちろん、うん、そしたら新潟がいいですか、東京がいいですか？うん、まだ決めてない、まだ決めてない、うん、でもやっぱりさっき言ってみたようにね、新潟には新潟の良さがあるって言ってもらえると、なんかものすごくね、うん、嬉しいですね、はい、新潟に住んでるものとしてはね。さあ、次ですが、お、これまたなんか密集してますな。うん、それは、自分のアパート、まあ前のアパート、今アパート変わりました、うん、変わりましたけど、映画パーティーをしました、うん、友達と大きいスクリーンみたいにして映してね、はいはい、プロジェクターを使って、うん、そう、まあ、いろんな映画を見た、うん、パトちゃんはどんな映画が好きですか？私は、まあ、ジャンルで言うと、どんな映画が好き、まあ、まあ、ラブストーリーであったりサスペンスであったり、あ、サスペンスも好き、うん、とかサイフィ、うんうんうん、の映画も好き、まあたまにもホーラー映画も、おっとっとっと、さあ、こんな風にして日本人の学生とも交流をこう深めているわけですけど、うん、そうそうそう、今特にね、フランスの学生と日本の学生と比べた時に、うん、あれここ違うよなと思うことってあります？
ああ、いっぱいありますいっぱいある。じゃあちょっと3つぐらい絞って聞いてみようかな。3つぐらいかな、うん、どんな違い、例えば、あの勉強に対する姿勢とかさ、あとは、まあ、例えばフランスは後輩と先輩のな、はい、うんうん、ありません。ないない。だから要するにあの世間でいうタメ口ってやつでこう行くわけですね。と実はみんなちょっと同じレベル、あんまり先輩後輩っていう区切りをつけないで、あんまり年齢があの差があっても、うん、全く関係ない感じなんですね。じゃあフランスでいう学生たちのこう集まりっていうのは、そう、あとは、あ、例えば授業、授業では、フランスは、寝る、うん、寝るすダメ、寝るダメ、本当にダメ、これは出さない、最悪、最悪、うん、そうそうそう、うんうんうん、でも日本ではもう寝るよね、見たことある、これはすごくびっくりした。そうそう、あの俺も何度も寝る、うんうん、すぐ寝る、うん、でね、ひどい時はね、出席してないのに出席してることにしたりした、すいません、申し訳ありません、昔のことですが。そうだよね、そういう意味で言うと、うん、アメリカの大学とかもすごくその辺は厳しいですよね、うんうんうん、まず時間に厳しいでしょ、はい、あのチャイムが鳴った時に教室に入ってないと、うん、もう出されちゃう、はい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 、これもフランス、フランスもそうですか、うん、そうそう、へえ、文化が違いますから、まあ、なるほどね、それは多分文化の問題かもしれない、文化の問題かもしれない。そうですよね、いや、やっぱりね、でも一生懸命やっぱり勉強しなきゃダメなんだね、うん、やっぱパトちゃん見てると本当にね、それを思いますが、さあ、この写真なんですが、それは、まあ、いろんな居酒屋楽しそうじゃないですか居酒屋のね、よく行った。でもこのパーティーはちょっと特別なパーティーだったりと、うん、今前の方、同じ大学、うん、オフェリさんで、オフェリさん、うん、の誕生日パーティー。おー、なるほどなるほど、まあ、ただの飲み会ではなくて、ちゃんと目的があって、うん、そう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 、誕生会だから祝うぜみたいな、ね、すごく楽しかった。へえ。でも食べてるものはもう極めて居酒屋メニューですよね、うん、そう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 、うん、パトちゃんは日本の居酒屋メニューは好きですか？うん、まあ好き、特に私、枝豆が好き。素晴らしい、うん、あの新潟は黒崎茶豆っていうね、うんうん、はい、すごく美味しい枝豆があって、うん、僕ね、東京行った時に枝豆がさ、こんなちょっと出てきて、あ、ちょっとだけ、うん、すっごい、ね、値段高いでしょ、うん、そう、でも新潟では枝豆はどんぶり枝豆っていうイメージだよね。これはいい、ね、いいよね。そうですよ、枝豆は健康食品ですからね、うんうん、そうです。さあ、こんな風にしてですね、もう飲めや歌えの大騒ぎをしてるわけですね、うんうん、でも毎日じゃないですよね。はい、毎日、毎日毎日飲んでたら大変だよね。ちょっとさあ、お、あ、それはもうすごく面白い結果だったりと、これは何、総取り、ゲタの総取りの準備出ましたね。実は、信頼で、表現プロジェクト、表現プロジェクト、うん、という授業で、うん、日本人の学生と留学生と、はい、一緒に、まあ、活動アクティビティをして、うん、やろう、今度は、まあ、総取りをやった。そして、まあ、新潟の文化についても、うん、勉強する、うん、そうそうそう、一緒に研究をする、そうそうそう、へえ、すごい、でも似合ってますね。あ、似合ってる似合ってる、なんか決まってますね、みんなね、うん、これ練習とかしたんでしょう、やっぱり、はいはいはい、どれぐらい練習したんですか？まあ半年だから、まあ1週間1回、いつもだから1週間1回、半年間、まあ1学期、ずっとやってたんだ、うん、で、その成果がですね、こうやって出てくるわけですよ、うん、はい、これは岩室祭りで、うん、岩室祭りの下駄踊り、うん、そう、へえ、すごく面白い、みんなでも浴衣とかカラフルですよね、うん、そうね、でみんな顔なんか描いてるのかな、うん、そう、ペインティングしてる、そうそう、キツネの、おお、うん、なるほど、こんな風になってるんだ、僕ね、行ったことないんですよ、まだ。ああ、うん、あの新潟の市内であるね、うん、あの総踊りは何度か見たことがあるんですけど、うん、岩室のやつは見たことない。楽しい？うん、楽しかった。そしてもう岩室の温泉も行きました、温泉、うん、もう行きました。あと、あ、踊りの後はみんなと一緒、一緒にね、うん、温泉に、いやそうだよね、気持ちいいね、踊った後、そうそう、かっ
こいいね。ゲッタ、まあ、私はまあゲッタ履いてないじゃない。そうそうそう、地肩、地肩今足りなかった、実はゲッタがなかったから、まあ、そう。でもゲッタは慣れないとすごく足痛いでしょ、うん、そうそうそうね、うん、あの筋肉もそうだけど、うん、あの皮がね、足の皮が擦れたりして、そうそうそう、血が出るかも、血が出る。へえ、でも決まってるな、かっこいい、うん、ねえ、これフランスで流行らせません、うん、こういうやつ。そう、あ、実は新潟と南都、うん、南都は姉妹都市から、うん、もう南都で総通りやる、うん、あった、いや、あった、あった、まあ多分来年もある、うん、もうある。え、南都、ノント、ノント、フランス語でノントという。ノント。ノント。うん、後で調べておきます。なるほどね。じゃあ、それはもう文化としてフランスに持ち込まれてると。はい、この総踊りの、うん、下駄踊りは。うん、私は もしできれば、今年も、総踊りのサイクル入りたい。うんうんうん、入りたい、うん。それで来年もまた。踊り狂うと、うん、そう、もしできれば、いや、俺見に行こう。はい、お願いします。あのね、ペイントしてるね、パドちゃんが踊ってるところをぜひ来年は見に行きたいと思うんですが、さあ、それでは今後のね、まだこれから新潟大学で、うん、まあ、あと本当半年ぐらいになるのかな、勉強するのは。まだ1年、まだ1年や、うんうん、大丈夫、はい、あ、9月からスタートでしたね。あ、はいはいはい、はい、そうかそうか、ね、うん、フランスは9月から、ね、そうかそうか、そうするとあともうちょうど1年になりますけど、うん、この1年間新潟大学で、うん、まあ、それから新潟で、うん、どういう生活をしてこの日本をもっとより理解しようという、まあ、まずはパーティーを続けて、パーティーを続けて、それは、あとはまあ他の、まあ、新潟県のちょっといろんなところみたい、もう回ってみたい、うん、まあ、今まではもう佐渡島に来て、あ、佐渡行きました、うん、そう、うん、すごくもう良かった、そしてもう弥彦、うん、とか、まあ、高田町も、うん、あとはまあ多分他のところもあるんだと思う、うんうん、面白いところあるはずから、いっぱいありますよ、うん、そうそうそう、うん、ぜひあと1年の間にいろんなところを回ってね、うん、はい、それで、今度は日本の良さ、それからさっきの総踊りも含めてだけど、うん、はいはい、日本の文化、ぜひフランスに1回持って帰って、うん、向こうでまた2年間やるんでしょ、はい、勉強して、はい、また戻ってくるまでの2年間で、はい、あの総踊りのさ、うん、プロデューサーかなんかになってフランスでこう流行らせるってことですね。そうかも、ね、あれ絶対にね、僕みんなね、ああいう風な文化って意外とないじゃないですか、うん、ボードでは、まあ、見たことないけど、よさこい、あ、よさこいの、うん、まあ、フランスでやってる、うん、そう、お、本当に、うん、え、まあ見たことないけど見たことないけど話は聞いたことない、うん、そう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 、じゃあ今度さ、新潟からだから下駄踊り、うん、そう、今年下駄踊りで、うん、ね、フランスで下駄踊り大流行の兆しですからね、ね、もうこれからあと1年の間に新潟のいろんないいところをね、はい、見て回って、ますます新潟が好きになってくれるといいですね、はい、さて、それではこのコーナーはですね、来週出ていただける方をご紹介いただくっていう形になってるんですけど、今交渉中ということでしたね。あ、そう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 、あ、そう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 、ね、だからまあまあそういうところで、とりあえずじゃあ、来週誰が出るかは秘密でね、秘密ちなみに綺麗な女性かもしれない、うっとっとっと来週俺じゃないんだよな、来週俺このコーナーのMC じゃないんだよな、残念だな、いやでもね、本当にこうやっていろんな国の人たちから逆に新潟のことを教えてもらうと、うん、僕らも勉強になります、ありがとうございます、じゃああと残り1年の間ね、ぜひまたこのスタジオにでもですね、いつでも遊びに来ていただいて、 ありがとうございます、はい、遊び道具もいっぱいありますから、ね、はい、ぜひ、はい、それじゃあ、今日はですね、フランスから今大学院、新潟大学の大学院で、日本文化について、はい、あと日本語についてね、うん、今勉強されているパトリック・ジュレさんでございます、はい、来ていただいて、30分お話を伺いました、それじゃあ、ジュレさん今日は本当どうもありがとうございました、 ありがとうございました、それじゃあ、あのカメラに向かって最後、うん、バイバイで終わりたいと思います、はい、さあそれじゃあまた来週、この時間にお会いしましょう、はい、はい、それじゃあさよなら、オーバー。
オバマ？オバマ。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 やめることは悪いことじゃない。